はい、ひりびり法則局、M キャストのまこねえです。<laughs> 最初からため息ってどういうことって感じだけど、<laughs> なんかね、うーんと、ほんとなんか、えー、っと、気分が乗らないのね。<laughs> なんだろう。 うんと、うー、んうんと、気分転換というか、そう、なんだろうな、何がいけないんだろう、そう、うん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 、 なんか言うなってても答えなんか出るわけないんだけど、まあ、今日ね、朝、あの、今日、あの、お仕事の帰りに、えっと、杉本さんから、吹きを似たの、甘く似たのをいただいて、まあ、あの、今日使ってる写真は、まあ、あの、吹くきを似たやつの写真なんだけど、あの、帰る前にね、ちょっと土手で、 マンデーみたいなめちゃくちゃ美味しくてうわーうわーほん田舎のお母さんの味みたいな感じでもう家に帰ってくるまで待て,待てずにあのスーパーで白いおにぎりを買って、まあ、もう何もねついてない塩おにぎりを買ってもうそこでねパコパコ食べてしまったっていうのがねその写真なんだけどそう美味しいの食べれば元気になるいやんとう てか,なんか美味しいの食べてるしね <laughs> 食べてるってか食べすぎてるしね、うん、ゆっくり寝れば元気になるいやーゆっくり寝てるよそう、うん、ゆっくり休めば元気になるまあ休んでるよ確かにそう、うん、だってずっと今日のアウトプット全然進んでないもんそうやろうと思って作ろうと思ってファイルを開くとなんかものすごくねなんか脱力感が出 感じなのねそう。で、今日のね、えっと、朝のダイエットウォークも、あの、マイクを握りしめた瞬間も、なんか、あの、いや、ほんともう、やめちゃおうかーって思うぐらい、なんか、ダーッ、ダーッと沈んでいくんだけど、多分ね、 天気のせいだよ。天気。そう。天気だよ。天気は悪いからだよ。ほんと、ここ最近すごい天気が悪くて、太陽を見てないから、お日様を見てないから、そう、そう、うん。そう。私がちょっとバランス軽いのは多分、ん。満月と、<laughs> 満月、うん、そういえば、あの前回の満月もちょっとバランス崩してた気がする。満月と、そう、お日様の、 が出てないせいじゃないかな。ずっと雨だもんね。そう、そうだよ。そう、うん。ゴールデンウィーク、ちょっとね、ほんとさ、何なのよ、この子たち、みたいな、ちょっとイライライラモードになってて、で、まあ、そこで、あの、もう、もう、ストレスを発散するのは食うしかないみたいな感じで、もう、パコパコ暴走した結果、あの、体重がブクブクブク、 と、まあ、ショートムービー見ての通り、みたいな感じで、もうあの、反省会も、ちょっとちょっともう、反省会どころじゃない、もうもう、現実を見たら泣き出すかもしれないみたいな状況で、まあ、現実逃避 <laughs> で、えっと、その流れで満月で、その流れで雨まあ、どよーんとするのも無理はもうないかなっていうような、今日この頃を過ごしてます。 はい。まあ今日もね、この M キャストもね、ほんと今日、今日も収録やめちゃおうかななんて思ったんだけど、まあ、なんとなく天の声が聞こえて、ここはやりなさい。やるのよ。まっこみたいな感じで声が聞こえた気がしたから、まあ、えー、っと、お風呂入る前にちょっと、う、え、ん、ー、とね、もう短い時間でもいいから、とりあえずやろうと思って発信。 収録してます。はい。まあ、そんなわけで今日のテーマらしいテーマはないんですが、そう。ちょっと、やってみたいことがあるんです。そう。まあ、もともとね、あの、うんと、このポッドキャスト始めた頃に、毎日、あの、ノート持ち歩いて、やってみたいノートっていうのを書いてたんですけど、そう。それを最近サボってるというか、書いてない。 これを書き始めればまたテンションが上がってくるんだろうなーなんて思ったりとか、見直すだけでも全然違うんだろうなと思うんだけど、ちょっとね、なんとなくノート、ペンとノートを持つっていう気持ちにもなれない今日この頃なんです。まあそれで、まあそれでも、えっと、この間ね、4日の日にカラオケというか、生オケというか、アカペラでね、えっと、歌ったのは、まあ皆さん、あの、えっと、 ずっとね、聞いてる方は、ああ、そうそうそう、歌ってたね、みたいな話だと思うんですが、まあね、やっぱ、私ね、あの、人前で歌うの好きだわ。<laughs> いや、あのね、私、自分自身が、すごい、上手いっていうふうには思っていないの。うん、むしろ、いや、世の中、上手い人なんかいっぱいいるけど、うまあ、上手くないから、伸びしろはあると思ってる。そう。 伸びしろがあると思って、低空に行くとかだったらまあ練習の仕様で、まあ、伸ばせるとこ伸ばせると思うのね。うん、そう。で、リズム感とかも、まあまあ,あの、うんと、絶対音感があるかって言われたら多分ないんだよ。 <laughs> ないと思う。あの、噂に聞く絶対音感ってこんな感じって言われると、いや、私ないなと思うの、うん。だから私も絶対音感はないと思うんだけど、そう。あの、なんだろう。うんと、音とかで、歌とか音とかで表現するのはすごく好きよ。そう。おしゃいべりもそうだけどね。うん。 そう。だから、やっぱ歌って好きなんだなっていうのを、この間すごく自覚したよね。そう。うん。まあ、それでさ、あのー、まあ、長岡駅前でカラオケ音声だけども、まあ、ちょっと、路上ライブをやってみたいなっていう気持ちになったの。うん。まあ、それでさ、あのー、ほんと、ポータブルの、えっ、ー、と、まあ、音声流せる、まあ、マイクとステレオ、 をちょっとね、見てみたら、まあ、まあ、実際どれくらいの大きさかわかんないけど、まあそんなに大きいことはないと思うよね。うん。それでもまあ1万3000円ぐらいで買えるのがあるみたいだから、まあちょっとそれ買って、ちょっと路上ライブデビューしてみようかな、なんていうふうに、ちょっと思ってたの、最近。うん。まあ、売ってみたい人もあるし、あのー、 まあさ、あの、カラオケみたいにさ、あの、うんと、リードボーカルっていうか、リードボーカルじゃないや、あの、メロディーラインが出てなけ、出てないさ、のとかって、なかなか歌うのちょっとややこしいじゃん。<laughs> 私もさ、あの、メロディーラインがない、ほんと生オケで、あの、紅白じゃなくて、なんだっけ、えっ、ー、と、喉自慢そう、お昼の喉の自慢の予選出た時に、ほんとさ、あの、メロディーラインがない、 いいものにで歌うっていうのはその時初めてで、まあ歌えなくてさ、そう結局メロディーラインを頼って歌ってたんだなっていうのをその時自覚したなんてこともあったの。うん。で、まあ、えっと、 今はさ、簡単に、ぶっちゃけ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 、いいか悪い,いかって言ったら、まあなかなかちょっと微妙なラインなんだけど、まあ YouTube をダウンロードしてさ、まあ違法、違法、違法っていうか、も、ま、う、あ、かなりグレーだけどね、ダウンロードして、その、音声、声だけ声だけを抜いてカラオケ、音声なんてさ、ぶっちゃけすごい簡単にできちゃうじゃん。そう。えっと、ほぼほぼ無料でできちゃうさ、 そこまではほぼほぼ無料でできちゃうし、もうほんと綺麗に音声だけ、ね、ボイスだけ抜いて、あの、まさに素晴らしいみたいな感じのサービスもあるわけよ。あるわけ。うん。まあ、ちょっとそれがあの、うん、と結構ね、あの、ギリギリなラインなんで、まあ、どういうサービスかっていうのは、まあ、名前も言えないし、あの、もし興味ある人は、まあ、検索すれば多分出てくると思う。うん。そう。 えっとね、海外のサービスなんだけど、簡単、すごく簡単。そう、英語はそんなによくわかんない。私でも簡単にできちゃうぐらいのサービスなんだけど、うん、まあ、それでね、えっと、ちょっと歌ってみたい曲を、ちょっとカラオケにの音声を作ってみて、まあ、それで、えっと、帰りとか歌ってみたりしてます、最近ね。うん。まあ、その流れで、まあ、あの、うんと、過去にさ、こいちゅダンサーズのダンスやってた時はさ、結構あっちこっち、 のののあえっっと老人ホームに、ね、も行ったのよねそう。で、えっと、まあ、結局、あのー、バナレじゃん。そう。まあ、プレゼンもそうだしさ、おしゃべりもそうだし、トークもそうだけどさ、ま、あ多分、多分というか、あの、人前で歌うっていうのってさ、あのー、余裕がないと、余裕がないとさ、あのー、 意識して、あの、歌えないというか、あの、うんと、ね、なんか、あの、自分の意図した歌を歌いきれないっていうところがあると思うの。うん。まあ、こないだもさ、あの、本当に、あの、1曲目の何歌ったときは全然余裕なくて、もうさ、あの、うん、と歌詞カード手って、 手元にあったんだけど、まあ、歌詞カードどこを読んでるか、どこを歌ってるかもわかんなくなるぐらいだったんだけど、まあ、そこでね、あの、開き直ったのが良くて、2曲目の、あの、プリンセスプリンセスの M 歌った時は、まあ、結構余裕持って歌えたの。うん。そう。だからさ、やっぱ余裕を持ってるかどうかっていうところで随分違うと思って、まあ、余裕を持ってるかどうかっては結局バカずかなと思ったの。だからまあ、あ そう、まあ、土曜日の昼過ぎとか、本当はあの、長岡駅前の噴水広場ってところがあるんだけどさ、まあ、あの、大社人いないよ。長岡市だから <laughs> っていうわけじゃないけど。うん。そう、まあ、そこで、まあ、週1回ぐらいカラオケでライブなんかしてみたいな、なんていうのを、あの、お風呂掃除しながらとか、最近妄想してたりするの。まあ、その流れで、えー、っと、 えー、まあ、週一回とは言わないけど、まあ、長岡市もね、えっ、ー、と、あちこちに老人ホームあるので、ホームにね、えっ、ー、と、出かけて、えっ、ー、と、そこでね、うんと、慰問を、積極的にカラオケの慰問をしたいなとか思ってるのね。そう。そう思ってるんだけども、でもそれと同時に、結局さ、結局、カラオケなんだよね カラオケなんだよねっていうところもあって、というのはさ、私、下手な下手なりにやっぱギターも弾くわけよ。そう。まあ、あの、外で弾く人。うん。まあ、あの、ほ、うんと本当、部屋の中じゃさ、ギター弾けないから、まあ、アコースティックギターでも音がンカン出るしね。弾けないから、まあ、ぶっちゃけ、えっと、冬になると下手になって、春になるとまた再開するみたいな感じでさ、あの、ほんとサイレントギターが欲しいなと思ってるんだけど、 んっと、ぶっちゃけやっぱり、カラオケだと、楽しくないの。<laughs> 本当のところね。だからって、歌いたい曲を全部ね、本当えっと、弾けるわけでもないし、本当私は弾ける曲なんか何曲もないわけで、そう。まあ、いずれ、えっと、弾き語りで、ね、えっと、ライブできるようになりたいなと思ってるんだけど、まあ、まずは、 あの、うんと、歌えるそう、私が思ったように好きな曲を思ったように歌える、思ったように表現できるような感じになりたいなと思って、まあ、それにはバカズが必要だなと思って、思ったの。まあ、それならば、まあ、疑問もいいだろう、あの、野外ライブもいいだろう、なんて思って、 まあちょっとね、そのラジカセ、ラジカセっていうか、マステレオセットをまあ見ながら、そんなことを妄想してるっていうのが、ま、ここ、数日なのね。うん。まあ、それと同時進行っていうわけじゃないけども、あの、なんだろう。うんと、ま、あ本当にさ、あの、私って波があるじゃんうん、波がある。本当だその波が、 なだらかならいいのかって、そんなことはないと思ってて、まあ強弱があってこその私なのかなと思ってもいるの。そう。まあ、それもあって、そう。あの、今日の朝なんかさ、こんな風に思ってたね。よろっと YouTube も飽きたな、と。そう。飽きたなっていうのは、まあもうやり方、やり方というか、まあこのあの、うんと、やり方っていうか、 あの、なんか退屈になってきた <laughs>。っていうのが、まあまあ、ぶっちゃけ本,の本音のところで、まあ、毎日無理して、あの、うんと、配信する必要はないべさっていうのも、まあ、今日の朝、えっと、ぐズ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 あの M、M キャストじゃなくて、訳ありでしゃべりながら喋ってたんだよね。そう。 でもさなんだろうやっぱ寂しいかもやめちゃうと私自身がそうなんかねえっとうんでもねデモっていうかまあ YouTube というかコンテンツを作るっていうのがまあ好きなわけでまあ楽しくない コンテンツ作りの中で楽しくないコンテンツ作りっていうのもやっぱあるのかなと思ってる。まあ苦しいばっかりのね。例えば今日のアウトプットは、まあ、ぶっちゃけ苦しい。そう。で、反省会もちょっと苦しいな、最近は。うん。だから思い切って反省会と、えっ、ー、と、今日のアウトプットを、まあやめちゃうっていうのもありかな、なんていうのも思ってます。そう。うん。まあ中途半 ばっちゃ中途半端だけど、ま、ああの、頑張りすぎて自分が本当にあの、ズドーンと落ち込むよりは、よっぽましいと思ってる。そう。で、えっと、まあ、あコメント機能も再開しようかな、なんて思ってます。はい。そう。というのは、まあ、結構ね、身近な人が聞いてくれてるってことに最近気づいてきたので。うん。そう。あとね、えっと、 対談なんかもしてみたいななんて思ってるんだよね。そう。というのは、まあ人が苦手っちゃ逃げた、人が苦手っちゃ逃げ苦手なんだけど、まあ、特にインターネットを通してとか、まあ SNS を通して文字情報のやり取りは本当に苦手なの。 でも、人と実際に会った話するのは全然苦手じゃないのね。そう。会った後で SN、SNS とかの流れだと、まだそうでもないのよ。いきなり SNS で、はい、こんにちはってのはほんとダメ。<laughs> まあ、そんなこともあって、まあ、あの、うんと、ね、そんなに遠くないところでね、あの、お会いして、えっと、対談できるような、 ちょっとね、あの、うんと、人を、ちょっと当たってみながら、ちょっとに、長岡中のね、あの、面白い人、探しをしてみようかな、なんていうのも、ちょっと最近思ってるのね。うん。そう。まあ、そのためにも、ちょっとね、あの、うんと、撮影カメラとか、ライトマリとか、ちょっとね、もうちょっと何とかしなきゃいけないよね、なんて思ってて、 んだけどまあそこを最優先するとまたね、あのー、お金の出どころなんかもちょっと問題になってくるしそうまあそれだったらさそもそもあのうんとフィレビル放送局っていう市民団体作っちゃってまあ助成金取って助成金で買っちゃうかっていうのもまあありっちゃありなんだよね。<laughs> そう。ヒレビル放送局を、あの、長岡市民、市民ネット放送局みたいな感じにして、そう、やるっていうのも、まあ、ありっちゃありだけれども、そう、まあ、あの、そういう展開をすると、私はなんか、あの、うんと、そんなに遠くない未来に、あの、本当 パンク、パンクてか、あの、もう、人、いやいや、嫌い嫌いモード、また、ひこりモードになっちゃいそうなので、まあ、ちょっとね、それは <laughs>。あの、えっと、もともとルビル放送局って、えっと、長岡市の身近なあの放送局をやりたいなと思って、あの、作ったチャンネルだったのよ。 そうまあでもそれがあのずっとほったらかしにしといてまあ私のあの YouTube 動画見るときのメインチャンネルになってたんだけども、うん、まあそのあとととととまあ余ってるアカウントを使おうかって感じでポッドキャストに転用したって感じなんだよねうん、まあ、同じ放送局っていうタイトルだからまあいいかなと思って、うん まあ、だからまあ、あのー、だろう。もう一つ、もう一回、もう二回、あの、うんと、まあ、あの、そんなに多くのね、の登録者数がいるわけじゃないから、えっと、まあ、まあ、ずっと私のわがまま付き合ってくれてる、あの、うんと、リスナーの方ばっかだからね。そう。だからまあ、あの、もう一、二回大きな、あの、リノベーションを、まあ、チャンネルのリ,リノベーションをしてもいいんじゃないかな、なんても思ってます。はい。うん。 そう。まあ、ぜひね、あの、うんと、長岡中、長岡中から、世界中の面白い人たちを、あの、皆さんに伝えていくっていうような、えっと、インターネット上に、あの、伝えていくっていうのも、まあ、私は、私にとっても大事な仕事なのかな、なんても思ってるんです。まあ、そんなわけでね、えっと、ちょっと取り留めのない話をしそうな気がしてきたな。なんか、話すの楽しくなってきちゃったんだもん。 やっぱりさ、やっぱりなんだかんだ言って、マイクに向かって喋るの私好きなんだね。うん。そう。話し始めると、まあ楽しくなっちゃう。あそう。まあ、ただ今日みたいにあのあ、朝のね、すごい雨の中さ、喋ってるのは苦しかったな。<laughs> まあ、そんなわけで今日もね、えっと、もう、もうすぐ15時になるので、さっとお風呂入って寝ようと思います。はい。なので今日は、 えっと、この辺で終わりにしたいと思います。なんだかんだ愚痴りながらも、えっ、ー、と、まだまだ頑張りたいと思いますから、皆さんお付き合いください。まあ、こねでした。ちなみに、えっ、ー、と、今日のあ、今日のアウトプット、そう、うーん、こう、今日深夜、深夜ね、ちょっとお時間空いてるので、深夜ね、もう一回、あの、作れないかなと思ってチャレンジしたと、したいと思ってます。まあ、こねえ者、バイバイ。